どうも、めっちゃめっちゃメッセージです。はい、ということで今日もやっていきます。今日はね、はい、もうね、東海大相模、嘘です。東海大素顔のね、話をね、していきます。東海大素顔の、これ若林監督っていうのがね、もう今事件に、ね、昨日記事出たんかな、なって、ほんでそれはどういう事件かっていうと、まあ、暴力事件で、まあ、1年生のね、選手を、もう毎日のように、暴力を振るって、ほんで胸ぐら掴んで、こう、グリップエンドのところでね、こう、芝居たり、他には何でしたっけね、まあ、蹴りを入れたりみたいなね、その暴行事件が あって、ほんでその、ね、選手が耐えられず、まあ、親に、言って相談して、もう自殺したいと。ほんでもうそれはさすがにやばい、もうやめに行こうってことでやめに行って、ほんでもう今はねもう退学もしたと。もういわばね、一人の人生がもう崩れてるわけですよね。まあこの野球界じゃまあザラみたいな感じなね、印象ですけどね。まあでもさすがにちょっとね、この選抜が決まってるチームなだけあって、ものすごいね、今ねバーッと記事になってるんで、どうなるんかなっていうのもあります。まずね、この若林監督っていうのはどういう経歴かっていうと、もともとね東海大相模で野球やっとって、ほんでその後東海大行って、でその後ねプロに行ってるんですよね、中日で。ほんでピッチャーで、まああんまり一軍の試合は出てないんですけど活躍して、でそっからなんかまあ多分なんかその社会人挟んだかどうか分かんないですけど、まあとりあえず最終的には、東海大菅生のね監督になってると。だから東海大菅生出身で言ったらね、いわば田中美希也選手とかね、今回田中美希也選手でした、中日に入ったじゃないですか、アジア大学行ったとか、あとねこう去年の、これ別にプロには行ってないかもしれないですけど、去年の夏ね、決勝で東海大菅生と日大三高をやったじゃないですか。でその時に東海大菅生のピッチャーってめちゃくちゃね注目されとったんですよね。148キロぐらい掘るピッチャーがおって、ほんで最終的にはね日大三高に負けたんですけど、まあなんかそうね、話を俺は全然つなげるわけじゃないんですけど、やっぱりこの監督でこの勝敗は決まったんちゃうかなとも思いますよね。もうなんかこんな裏があるっていうのは、まあそのね氷山の一角ってね結構言われるんですけど、まあ強豪校やったらあるんですけど、まあね実際にそのこれがねもしね自殺までこうしてもとったらどうなってたんやろっていうのがねめっちゃね気になりますよね。なんかこう東海大系列の野球部ってなんかもうほんまに終わってきたじゃないですけど、なんかこう東海大相模も最近はねこう門馬監督がこう創志学園に行って、ほんでその東海大行政っていうところがあるんですよ、これは大阪にね。ほんでその東海大行政ってところ、まあ野球もまあまあ強いんですけど、その東海大行政のはねラグビーの方が強いんですよ。ほんでそこの監督が東海大、これまたちょっと話ややこしいんですけど、東海大行政のラグビー部の監督が、東海大、相模の校長になったんですよ。ほんならその東海大相模にもやっぱラグビーに力入れたいから、そのラグビー部を強くしようとして、ほんならそのね野球部をその分なんかおろそかにするじゃんっていう言い方おかしいですけど、なんかラグビー部に力入れよう、ラグビー部に力入れようとして、ほんでその野球部と揉めて、ほんでその門馬監督が創志学院に行ったと。だから、ね、今のこの東海大系列、東海大甲府もねもう前みたいなね勢いはね最近はないですし、もう山梨はもう山梨学院一強って言われてますし、こう東海大系列っていうのがねちょっとこうもうぐらついてきてるんかなってものすごい思います。東海大学もそうですよね、野球めっちゃね強かったんですけど、もうここ最近ねあんまね名前もまあまあ聞くっちゃ聞きますけど、もう前みたいにその全国に出てきたりっていうのが少なくなったんで、こう東海大系列ちょっとこうものすごい今印象が悪くなってるなっていうっていう印象を受けました。はい。なんかね、そういうまた、ちょっとあれなんですけど、もうなんかこういうことがあると、もうちょっとね、しんどくなりますよね。もうほんまに。もうこれで、自殺した場合って、ほんまにね、どんな強豪校でも、やっぱりこう、ものすごいこう、メディアが叩かれるじゃないですか。花巻東の、2番バッターの人が大学でね、ベルトで首吊って死んだみたいになった時に、もうその大学ね、もう、めちゃくちゃねもう不評批判みたいなのがあって、もうすごいね全員にも迷惑かけるんですよ。だからこの監督一人で進路とか全部他の部活とかにも迷惑かけるっていうのをね聞きました。全然話ちょっと変わるんですけど、日大あるじゃないですか、日大がね悪徳タックルってラグビー部した話知ってます？知ってるじゃん、まあ結構有名じゃないですか、悪徳タックルみたいな、日大アメフとかなんかでこう悪質なタックルをして、なんかものすごいね、バーって記事になったじゃないですか。で、あの年の
日大の言うたら4回生っていうかな、今年就活の、年の人に自分の先輩みたいなのがおって、ほんでその人の話聞いとったんですけど、もうね、面接がやっぱこうね、あのどこ出身やねんって聞かれて、ほんで日大の、まあその人はね、野球部やったんですけど、野球部って言っただけでもうその何ですか、日大のスポーツ部っていうだけでもうね、その就職がめっちゃ受かりにくくなったり、だからね、もうそういう監督が一個ね、こうちょっとボロを出すことによってもう全員にね、迷惑かかるっていうのをね、あのまあ今回の記事で分かったと思います。でもね、これ唯一救いなのがこの選抜決まってて、ほんであのこのね、監督さんの記事が出て、ほんでなんていうんですか、選抜出れなくなるっていうのは、多分ないので、あのそこはね、安心かなと思います。ほんでね、まあ言いたいんですけど、まあこのね、選抜もあの1月27日にあの全部ね決まるんで、あの決まったらまたその都度僕はちょっとあのいろんなね、チームの紹介、いろんなね、チームの情報をね、調べまくってみんなにね、紹介できたらなと思ってます。はい、もう他にもね、いろいろね、喋りたいんですけど、あのちょっとね、この若林監督っていうのはやっぱりこう元プロで、やっぱ中日、ほんでやっぱりこう昭和の監督っていうのをね、もうそろそろ排除しないとあかん時代なんかなって思いました。もう今はもうゆとり世代がもう Z 世代を教えて、もうなんかね、ダルビッシュ選手も言ってましたけど、もう昔の野球と今の野球は全然違うと。もうね、昔はこう何ですかね、ダルビッシュ選手が言うのであれば、その答えのない中で野球をこう探して頭を使ってやってるんですけど、今はもうそのね、答えがある、あのこういう打ち方したら飛ぶ、こういう投げ方したらこんな球投げれるみたいなのをね、全部ねデータとして出てるので、だからこう指導方法もなんか昔とね、指導者の指導の仕方を変えんかったら、もうまた野球人口が減るだけかなと思いました。野球人口が減ることによって僕の再生回数が減るので、野球人口減らんようにお願いします。それじゃあ皆さん、また次の動画で会いましょう。お疲れ。